慎吾です。いつも動画見てくれてありがとうございます。今日はですね、僕が持ってるギターの中で一番古い、古いっていうのは僕が買ったのが古いってことですけど、高校生の時にね買ったこの SRV スティービーレイボーンモデルを紹介しようかなと思います。ちょっと無理して最初レイボーンのスカットルバッティンを弾いてみたんですけど弾けませんでした。めちゃくちゃむずい。違うな。ダメだ。まあ別にスカットルバッティを練習する動画ではないので、いいんですけど。はい。これ高校生の時に、確かね、高校の終わりかな、大学の初めか、ちょっとそのあたりなんですけど、まあでも高校の最後だった気がするんですけど、中古で、その当時中古で買いました。いくらだったんだろうな、20万しなかったんじゃないかなと思うんですけど、もう、どのくらいの年代なのかもちょっとよくわかんない。そうなんですよ。これフェンダーのね、スティービーレイボーモデルなんですけど、これね、フェンダーなんですけど、このフェンダーのロゴが取れちゃってて、なんかね、もう買った時からボロボロだったんですよ。多分邪魔だから取っちゃおうと思って、別にフェンダーに悪意は全くないんですけど、むしろフェンダーって付けときたかったんですけど、なくなっちゃって。これ偽物なのかなって一瞬思ったんですけど、どうなんですかね。詳しい人いたらちょっと教えてほしいんですけど、こうやって取れちゃうものなのか。なんか年代によってもね違うかもしれないんで、まあでもねいい音してるんで今ボスのアングリードライバー繋いでるんで、そのままだとなるじゃないです。なんか変えちゃいました何に変えたのかちょっと定かじゃないんですけど、
このリアは、ダンカンの、なんかちょっとハムっぽい音になるやつだと思います。なんで、結構リアが太いんですよね。シングルっぽくない音してると思われます。なんで、歪みにした時も。結構太いハムっぽい音が出てます。で、こっちはなんかリンディ・フレーリンってやつに変えた記憶があります。それは当時、トム・フジタさんがリンディ・フレーリンを使ってるっていう情報が入ってきたので 変えてみようと思って変えてみました。結構パワーの、なんかオリジナルよりもパワーがちょっとあるかなっていう気がします。かっこいいですよね。ちょっとやっぱロゴがないのが寂しいけど。あとこれペグが1個だけね、これ違うんですよ。なんか壊れちゃって、応急処置で違うのつけたままになってるっていうものなんですけど。いやでもこう見た目がこうね、美しすぎて、この木目とかめちゃくちゃ良くないですか？めっちゃいいっすよね。ずっと眺めてられる。まあ高校生の時にスティービー・レイボーンにドハマりしまして、まあやっぱレイボーン、このね SRV って入ってる。でも多分本人はこれ、こういうなんかもっとあれですよね、こう太い書体の SRV っていうなんかデコレーションしてあるようなやつ入ってるんですけど。それでもやっぱね、スティービー・レイボーモデルが欲しくて、買いましたね。高校生の時に一回バークリーのサマーギターセッションっていう、一週間ぐらいのプログラムがあって、まあそれに参加したことがあるんですけど、その時に選択科目みたいなやつがあって、ブルースをまあ選択したんですね。もう、当時ブルースにドハマりして、セッション行きまくってましたので。したら、ブルースのその授業で、最初にこう自己紹介と好きなギタリストを教えてくださいみたいに言われて、もう絶対スティービー・レイ・ヴァーンって言おうって思ったら、全員、その僕より先に自己紹介してる人、もうほぼ全員、スティービー・レイって言ってて、そっかと思って。スティービー・レイって言うんだと思って、本場では。僕も自分の番が来た時にスティービー・レイ・ボーンじゃなくて、スティービー・レイって真似して 行った記憶がありますけど、ね、未だにライブビデオとか YouTube で見返したりしますね。昔は VHS で持ってたの、ほんと擦り切れるぐらいまで見てましたけど。ねえ、いや、こういうスカットルバッティみたいな、早い曲も好きだけど、スローブルースもめちゃくちゃレイボンかっこよくて、高校生でスローブルースとか本当やってましたからね。ですよね。でもやっぱ今でも好きですね、そういうのは。もちろんね、なんかちょっとこう早めのファンキーなやつも好きなんですけど。
まあでも最近はそういうスタイルで弾かないから、この辺の開放を混ぜて弾くやつとかもうすごい下手になっちゃいましたけど、よくコピーしてやってましたね。そうなんですね。なんでまあスティービー・レイ・ボーンも好きだし、トム・フジタさんにも習ってたので、その辺のスタイルはすごいミックスされてるかなと思います。はい、今日はもうほんとこれをね、見せびらかしたかっただけなんで、なんだろう、なんとも言えないこの美しさなんかもうザ・ギターって感じだよね。なんだろう、これやっぱブラックのピックガードが男らしくてかっこいいんだろうな。はいということで昔からね、一番古いギターを、紹介させていただきました。はい、最後までありがとうございます。また何かアップしたいと思います。ではでは。